お招きいただきまして誠にありがとうございます。今日は和倉伊勢大工保存会と奥野と輪島から切子大工保存会のコラボでお届けさせていただきます。輪島の方は本当にこの震災ですごく町が倒壊し、今日来てくださってる3人も、いや、なかなかやっぱりまだまだこれからの道のりが長くて、家、倒壊した家から安定を引きずり出して今日来てくれたりしてます。今日は切子太鼓から、先生、指導者の先生と小さい2人が来てくれてます。ここで和倉伊勢太鼓のいわれを少しお話しさせていただきます。この太鼓は約700年前この能登地方一帯に大干ばつがあり、農民たちが田んぼの中に櫓を組み雨乞いをしましたところ待望の雨が降りまして狂気し夢中で打ったというのが現在まで伝えております。それでは開演させていただきます。ご声援のほどよろしくお願いします。
ありがとうございました。ぜひどうぞ。ヘビーフォーどうでしたか。では本日ありがとうございます。今日はキングライブの保存会の方から先生をしている宮崎さんと小学校低学年の2人が駆けつけてくれました。まだまだメンバーはいっぱいいますけど、やっぱり川の方に避難してたり、やっぱりみんな集まらないということで今日こういう形になりました。宮崎さん、じゃあ一言。輪島から来ました輪島桐子大工保存会です。今日はどうもありがとうございました。